ゴンバデカーブースはイランゴレスターン州のゴンバデカーブースにある塔である。2012年にユネスコの世界遺産に登録された。町の中心部にあるこの塔の高さは約72メートルであり、世界で最も高い完全レンガ作りの塔である。焼きレンガで制作された塔は土台部分が十角形。 先端部分が円錐型で構成されており、黄金比ファイの近似値である1.618の比率で建設されている。塔の内部には、ムカルナスという装飾様式の初期の例が見られる。十角形の壁はおよそ3メートルの厚さで10辺に分かれており、中心からの距離は8.5メートルである。塔は科学的に綿密な設計に基づいて建築がなされており、 塔の外部との入り口から自身のエコーを聞くことができる。ゴンバでカーブースは、紀元後1006年にズイアール朝の君主カーブース分、ワシムギールの命により建設された。塔は、ズイアール朝の首都であったジョルジャーンの古代都市の3キロメートル北に位置する。塔は1000年以上の時を経て、現代にその姿を留めている。 クーフィー体による碑文が塔の土台部分にアラビア語で書かれている。わけ、シャムス・アル・マーリー王子のために建設された、この高い宮殿は、アミール・カーブース文はシュムギールが自身が生きている間に建設を命じたものであり、ヒジュラ歴397年、ヒジュラ太陽歴375年に建設された。碑文では、塔は、 ズイアール朝の君主の墓として建設されたと明示していないが、スルターンの体はガラスの棺に入れて塔の天井部分から吊り下げられたと信じられている。ゴンバデカーブースは建設千年を迎えるにあたり世界遺産に登録されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ゴンバデカーブースは イランのゴレスターン州にある都市である。ゴンバデカーブースにある塔は、レンガで建設されており、ヒジュラ歴4世紀を代表する建築物である。この塔は15メートルのドーム状の丘に立っており、ゴンバデカーブースの中心地区に位置する。イギリスの旅行作家、建築批評家であるロバート・バイロンは、この塔の写真がペルシアを訪れる動機となったと記している。塔を見て、 彼はその質の高さに対する見解を崩さず、自身の著書、ザ・ロードツー・オキシーナでは、ゴンバデ・カーブースは世界でも有数の偉大な建築物に入ると記している。ありがとうございます。